10月6日甲子園最終戦にタイガース背番号7が戻ってきた。幾度となくドラマを演じたこのグラウンド、17年間慣れ親しんだ縦縞のユニフォーム。真由美はこの日別れを告げる。いや、めちゃめちゃ寂しいです。もう阪神で終わってほしかったです。優勝したことを思い出させてくれる人ですから、残ってほしいですね。これからもずっといてほしいですけどね。まあどこか行っても頑張ってほしいです。ミッキーマウスのコンバットマーチ、真由美の一打に期待がかかる。1888本目のヒットがまた甲子園のスタンドを揺らした。1月17日阪神大震災。キャンプインまで2週間、たった2週間が42歳真由美にとっては大きくのしかかった。調整の遅れがバッティングの調子を狂わす。チャンスの代打も凡退が続く。そしてチームも不振、焦りが悪循環を生む。8月1日右足肉離れで今季3度目の戦線離脱。そんな真由美にチームが突きつけたものは戦力外通告。しかし現役へのこだわりを捨てきれない真由美は阪神での引退を拒否した。いくらでもいいからやらせてやるよっていう球団があったからって即行くっていうことでもないから、ボロボロになるまでっていう表現もちょっと違うかもしれないですけどね。楽な方を選んだら、なんかこう今まで自分が野球やってきたのがなんか無になってしまうような気もするんですけどね。昭和53年世間を騒がした阪神の大スター田淵とのトレード。若田選手、真由美選手、どうぞよろしくお願いします。この時タイガースの真由美が誕生する。僕は1試合でも多く出て全力で今シーズン乗り切っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。現在の西武ライオンズの前身クラウンライターライオンズ時代の真由美は発展途上、まだまだ荒削りな選手だった。しかし人気球団タイガースへの移籍が原石真由美を光り輝かせる。華麗な守備、果敢な走塁、そして豪快なバッティングで真由美はファンを魅了する。伸び盛りの真由美は昭和58年、初のタイトル首位打者に輝く。そしてホームランの打てる驚異のトップバッターに成長する。今までの一番バッターのイメージを変えたっていうか、まあ、今でこそ野村君とか一郎君とかね、ホームランを打つバッターが一番入ってますけど、当時はもう本当なんていうか出塁するのが一番の役目でしたんでね、真由美さんみたいに打点を上げられる一番バッターっていうのは本当に羨ましいっていうか、すごい人だなっていうイメージがありますね。昭和60年、この力が爆発する。核弾頭真由美、そしてバース、掛布、岡田、4人で165本のホームランを放つ。猛虎打線は神がかり的な快進撃を続ける。10月16日ヤクルト戦、マジックは1。やっとここへ来てですね、本当にプロのピッチャーらしい格好になった。あーっと、ホームランです。黄色い目がホームラン打ち、空のレフト観覧席、満員の観覧席に飛び込みました。前見の33号ホームラン。さあ、いよいよあと
1球になりました。ピッチャーゴロ、中西が1球で送った、ゲームセット。この時胴上げに走る真由美は興奮で全身が震えたという。吉田監督がタイガースを昭和60年ペナントレースの覇者に導きました。おめでとうございます。古巣西武との対決となった日本シリーズも真由美は打率3割6分2ホーマーと活躍、勝利の美酒を思う存分味わった。ほとんどビール漬け、酒とビールですね。しかし今日もホームラン打ったし、このシリーズは真由美さんにとっても素晴らしいシリーズだったんじゃないですか。そうですね、なんかあのシーズンの延長みたいな感じで思い切ってできました、ね、はしゃぐね、あの反面やっぱり一人の時の節制とかね、努力というのはやっぱりすごいもんありましたから、僕らあんだけしたらあんだけはしゃげるのかなとはいつも思ってましたけど、はい。優勝から3年、自分より若い2人がチームを去り、タイガースはかつてない低迷期を迎える。真由美もまた度重なる怪我に引退の二文字がつきまとう。しかし真由美は真っ向から立ち向かい、39歳までレギュラーを死守する。40歳を迎えた時、ニューヒーロー亀山の登場。広いグラウンドを走り回る亀山に真由美はレギュラーポジションを奪われる。真由美さん、来年は僕絶対あのポジション取りたいんで、あの取りますって言うたら、取れる女を取ってみって言って言われたんですよ、で結構そうやって葉っぱかけられて、まあ、頑張れたんですけど、すごくあの講師とも師っていうんですかね、あのそういう風に慕いながらずっとやってましたけども。初めて試合に出れない悔しさを味わった真由美は代打として息を吹き返す。勝負に決する一打席、その一瞬に全てをかける代打にもまた真由美は喜びを感じていった。イライラしてましたからね、やっぱ嬉しかったですよ。あのお客さん、これだけまだ残っててくれました。そうですね、この雨の中でね。どうも、ありがとうございます。真由美の一打は若いチームに勢いを与えた。若手とベテランが噛み合ったチームは優勝へ向けて突き進んだ。しかしあと一歩のところでヤクルトに優勝をさらわれる。勝利の美酒、震える感動を味わうことはできなかった。会見の翌日、真由美はいつものように鳴尾浜に現れ練習に励む。子供のように声を張り上げ、そして白球を追う。タイガースへの愛着と野球への思い、真由美明信は野球への思いを選択する。